ようそろー戦況の港へようこそ。今日から始まるお話は中国の奥地で宣教した宣教師ハドソン・テイラーの物語です。今から150年前のイギリスのお話です。17歳だったジェームズ・テイラーは1823年に16歳のアメリアと結婚して、翌年長男のハドソンが生まれました。父ジェームズは伝道師でしたから、幼いハドソンの遊びはメッセージを語る牧師ごっこでした。神様はあなたを愛しています、イエス様はあなたの救い主です、イエス様を信じませんか。ハドソンが5歳になった時、弟のウィリアムとレオドールが生まれました。その後に妹のアメリアも。やっぱり妹より弟が一緒に遊べるからいいな。ハドソン、アメリアの面倒も見てあげてよ。みんな集まって一緒に神様にお祈りするよ。ハドソン、あなたは牧師になるのかしら。僕はイエス様のことを知らない中国へ行く宣教師になるんだ。ハドソン、それは神様も喜んでくださるだろう。まだハドソンが生まれる前に、両親はもし男の子が生まれたら中国への宣教師として捧げますとお祈りしていました。天のお父様、神様の御心でしたらハドソンを中国へ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハドソンを中国へ導いてくださいと祈っていた両親でしたが、彼が中国への宣教師になれるとはとても信じることができませんでした。実はハドソンはとても体が弱く、病気ばかりして、なんと11歳まで学校にも行けなかったのです。しかし、今日は算数と国語とラテン語の勉強するよ。はい、お父さん。ハドソンは学校へは行けませんでしたが、父や母から学校で習うことはすべて教えてもらいました。ある時、弟たちが病気になり、医者からもう助からないかもしれないと言われました。ハドソンも家族と一緒に必死でお祈りしました。しかし弟たちの熱は下がらず苦しんでいます。お父さん、もしウィリアムとレオドールが死んだらどこへ行くの？もし死んだら神様のところ、天国へ行くよ。でも今は彼らが生きるようにお祈りしよう。高熱で苦しむ弟たちの病気が治るように一生懸命祈りました。彼らの病気は治るのでしょうか？神様、どうして彼らをこんなに早く天国へ連れて行かれたのですか？神様には計画があるんだよ。痛みや苦しみは終わって、今は神様と一緒に天国にいるんだから感謝しよう。死ぬって天国へ行くということなの？ハドソンは死ということの意味がまだわからないようでした。ハドソンは読み書きができるようになると、中国について書かれた本を読み、未知の国中国についてあれこれと想像しました。ハドソンは本を読むのが大好きでした。ある日、どうしても読みたい本があったので、ハドソンはこっそり台所から短いろうそくを盗み、部屋へ持って行こうとポケットに入れました。お父さん、お母さん、おやすみなさい。おじさんにも挨拶しなさい。ハドソン、久しぶりだな。大きくなったな。おじさんもお元気ですか？ハドソンは病気ばっかりだったが元気になったな。おじさんの膝に乗ったハドソンですが、そこは暖炉のそばだったものですから、ポケットはどんどん熱くなり、ろうそくが溶けてしまいそうでした。ハドソン、もう寝なさい。ハドソンは部屋に戻って急いでポケットに手を入れてみると、ろうそくはドロドロに溶けていました。ハドソン、まあ。部屋に来た母はハドソンの様子を見て、彼がろうそくを盗んだことを理解しました。そしてただ涙を流しました。ごめんなさい。ハドソンは
盗みをした自分が本当に恥ずかしくなりました。初めて自分が罪人だと感じました。ハドソンはそれから神様についてもっと知りたいと願い、毎日聖書を読みお祈りをしました。11歳になるとハドソンは学校へ行けるようになりました。友達との楽しいおしゃべりや家とは違う価値観を知るうちに、なんと神様が分からなくなってしまいました。聖書を読んでも祈っても神様を感じられない。神様は僕を見捨てたのかな。ちょうどその時、礼拝でヘンリー・リード牧師がガードナーという人の話をしていました。彼は山に登った時に神様の声を聞きました。あなたの心を私に与えよと。しかし彼はお金持ちになったら信じますと答えました。それから2時間後に友人がお金を数えているのを見て、それを欲しいと考えました。3日間チャンスを待ち、彼を殺してお金を取りました。彼は今死刑囚です。神様は今僕に何を語っているんだろう。ハドソンは神様があなたの心を私に与えよと自分に語っているように感じました。ハドソンは学校に行ったことで神様から離れてしまったのではと悩みました。それを見た両親はある提案をしました。ハドソン、学校を辞めて店を手伝ってくれないか。はい、わかりました。13歳になったハドソンは父の店を手伝うことにしました。そして聖書をまた読み始めました。ハドソンは13歳で父の薬屋の仕事を始め、薬の勉強も熱心にしました。15歳になると銀行で働くことになりました。お金持ちはいいな、やっぱり家も馬も買えるんだから。ハドソンはどうしたら救われるかが分からず、その苦しみを忘れるために神様のことを避けるようになりました。1849年6月、家から遠く離れた場所へ出かけていた母はいつものようにハドソンの救いのために祈っていました。妹のアメリアもハドソンの救いのために1日3回祈ることを決め、祈り続けていました。ハドソンはその日、父の書斎にいました。キリストが完成された御業か。何が書いてあるのかな。その小さな本にはイエス様の十字架と復活によって救いの道が完成したと書かれていました。ハドソンは良い行いができないと救われないと考えていたのでびっくりしました。そうだったんだ、救い主を信じるだけでいいんだ、それだけだったんだ。神様、イエス様を僕の救い主として信じます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。僕は救われた。アメリア、アメリア、僕は救われたんだ。お兄さん、おめでとう。ずっと祈っていたのよ。お母さんには内緒だよ。驚かしてあげよう。帰ってくるのは来週だから、一緒にお祝いしましょう。ハドソンは母の帰りを待って外ばかり見ています。あ、母さんだ。母さん。このことを聞いた母の喜びはどれほどのものでしょう。ハドソン、ただいま。母はニコニコしながらハドソンに言いました。あなた、イエス様を信じたのね。とっても嬉しいわ。なんで知ってるの？イエス様が教えてくださったのよ。1週間前でしょ。なんだ。せっかく母さんを驚かそうとしたのに、神様にはかなわないな。ハドソンは救いの喜びがあまりにも素晴らしいので黙っていることができませんでした。まだ教会に来ていない人々に伝道しに行きました。ねえアメリア、ここでトラクトを配ろう。イエス様はあなたを愛しておられます。ぜひこれを読んでください。なんだ、何がキリスト教だ。神なんていないよ。なんだ君の。もらったトラクトを破って捨てる人もいましたが、ハドソンの心は折れません。ますます熱く燃えました。神様、彼らに救いが必要です。
彼らがイエス様を信じることができるように導いてください。ハドソンはいつも神様に従いたいと考えていましたが、罪を犯す自分にがっかりしていました。そうだ、自分自身を神様に捧げて神様に使っていただこう。天のお父様、僕はあなたに捧げます。あなたのために使ってください。すると神様が、中国へ行きなさいとハドソンに語りました。はい、僕は中国へ宣教師として行きます。自分の使命がはっきりしたハドソンは中国への準備を始めました。朝5時に起きて聖書の勉強を始め、ギリシャ語、ヘブル語、そして中国語も勉強し、体が弱いので運動して体を鍛えました。また中国についての本があると知り、ハドソンはそれを借りて読みました。中国語は難しいな。食事も随分違うし、ベッドはないんだ。床に寝るのか。貧しい食事に不衛生なところだから病人もいっぱいだ。もっと薬のことを勉強しないといけない。薬のことも医学のことももっと学ぶ必要がありましたが、父ジェームスの薬局では不十分に思いました。その時クリスチャンの外科医のハーディ先生が助手を探していることを知り、ハドソンはそこで働くことにしました。神様にだけ頼る訓練をしないといけない。僕はお金に弱いから、これからは全ての必要を神様にだけお願いすることにしよう。ハーディ先生は陽気で楽しい人でした。ハドソンは先生の助手をしたり薬の勉強をしたりしていました。しかしハドソンにとって、これから宣教師になるために最も勉強になるのは、下町に住み込んで弱い人や貧しい人に寄り添うことでした。今度の日曜の午後はマーチンさんとトムさんの家を訪問しよう。マーチンさんの奥さんは病気だから薬の準備をしないと。ハドソンさん、いつもありがとうございます。子供も妻も食べ物を食べられるようになってきました。元気になった印ですね。ハドソンは中国に行った時のために貧しい生活になれようと、オートミールと米、黒パンと水、そしてバターやミルクはやめました。できるだけ節約して貧しい人々の食料や薬代にしました。節約すれば服もそんなにいらないな。ハドソンはクリスチャンの音楽の先生で美しいボーガンさんと出会いました。二人はお互いに愛し合っていると感じました。ハドソンはいつも中国宣教についてボーガンさんに熱く語りました。ボーガンさん、僕はあなたと一緒に中国に行くのが神様の御心だと思うんだけど、結婚のことを祈ってくれますか。ハドソンさん、結婚のことは私も考えていました。もしあなたが中国に行かないのなら、結婚することは私も両親も大賛成です。ハドソンはとってもがっかりしました。でもボーガンさんの気持ちが変わるように祈りました。中国にはイエス様のことを聞いたことのない人々が何百万人もいるのです。彼らは福音を知らなければ永遠の滅びへ行くことになるのです。あのハドソンさん、中国は無理なんです。行けません。そうですか。この結婚は神様の御心ではないようです。ハドソンは結婚のことも神様に従いました。ハーディ先生は忘れっぽい人なので、給料日が来たら言ってくれと言われていましたが、ハドソンは神様にだけ頼りました。今日は給料日だけど先生は忘れています。神様、先生が思い出して給料払ってくれるようにしてください。ハドソンが家に帰ると男性が訪ねてきました。妻が死にかけています。どうか妻のために祈ってください。とにかくすぐ行きましょう。ハドソンは
この男性についていきました。暗い部屋に入ると 4,5 人のげっそりと痩せた子供たちがいて、ベッドの上には男性の妻と生まれたばかりの赤ん坊が横たわっていました。赤ん坊が泣くこともできずにいるのを見て、ハドソンはその貧しさに驚きました。テイラーさん、妻のために祈ってください。奥さん、あなたはイエス様を救い主として信じていますか？神様はあなたを愛して救い主を送って。え？ハドソンが語ろうとした時に神様から声が聞こえました。ポケットのハンクラムを彼らにあげなさいと。給料をもらっていないので、これは僕の全財産です。明日からの食事もできなくなります。私に信頼していると言いながらお金に頼るのか、お前は嘘をつくのか。でも、わかりました。神様にだけ頼ります。ここにハンクラウンがあります。これで子供たちと奥さんに栄養のある食べ物を与えてください。ありがとうございます。奥さん、イエス様を信じるお祈りをしませんか？はい。ハドソンはその貧しい家の奥さんを救いに導くことができました。ハドソンは今のお金でいうと1万円ぐらいの価値があるハンクラウンをこの家族にあげました。ハドソンの全財産はなくなってしまいました。でも心はすっきりして、奥さんが救われた喜びで満たされました。神様、あなたに信頼します。ハドソンが持っていた最後の黒パンを食べて仕事に行こうとすると手紙が届きました。中を開けてみると、手紙と手袋と半ポンドが入っていました。神様、感謝します。昨日捧げたお金が4倍になって帰ってきました。しかし、せっかく増えたお金もとうとう尽きてしまいました。それでもハーディ先生は給料の支払いを思い出してくれません。もう2週間だ。明日は家賃を払わないといけない。神様、どうかハーディ先生が思い出すようにしてください。仕事が終わる時間まであと2時間。ハーディ先生は思い出してくれるのでしょうか。ああ、給料支払っていなかったじゃないか。ハドソン君、どうして言ってくれなかったんだ。今日は午前中に銀行にお金を預けてきてしまったんだ。今度の月曜に給料を渡すことにしよう。神様、どうしてですか。これじゃあ家賃は払えません。ハドソンはお金がなくて家賃を払うことができません。よかった、まだいたか。さっき患者が来てまだ払っていなかったお金を払ってくれたんだ。おかげで今日ハドソン君に給料は払えるよ。ハーディ先生、ありがとうございます。神様、あなたは本当に誠実な方です。神様はちゃんと家賃が払えるようにしてくださいましたね。ハドソンはもうそろそろ中国へ行く準備をする時だと感じました。神様、私は中国行きの準備ができたのだと思うのですが。え？神様、ロンドンへ行くのですか？ハドソンは神様に示されてハーディン先生のところを辞め、ロンドンに行くことにしました。ここは中国福音伝道教会ですね。私は中国に召されたハドソン・テイラーです。今までどんな働きをしていましたか？薬の勉強と医者の助手をしていました。神様、感謝します。テイラーさん、すぐに医学大学でもっと医療を学んでください。学費は私たちが支払います。中国に医師を送りたいと人を探していたのです。そうですか。神様のタイミングは素晴らしいです。ハドソンは医学部で勉強し、病院でも働いてとても忙しくなりました。ある日、
病気で死んだ人の解剖をした後に、先生、体がだるくて急に熱が出てきました。熱病にかかったんでしょうか。どこか怪我をしていたのか。そういえば昨日針を指先に刺しましたが。なんということだ。あの死んだ患者の熱病ならもう助からない。すぐに家に帰っていつ死んでもいいよう準備をしたまえ。いえ、私は神様の命令で中国に行くので絶対に死にません。でももし死ぬとしてもイエス様を信じているので天国へ行けます。だから怖くありません。ハドソンが下宿先のおじさんの家に戻ると、症状はどんどんひどくなり、もう立ち上がることはできません。ハドソン、どうしたんだ。医者を呼ばなければ。いえ、医者では治せないのです。神様だけです。ハドソンは倒れて意識をなくしました。おじさんは医者を呼びました。医者は、治療方法はないが、もし質素な生活をしていたなら助かるかもしれないと言いました。ハドソンは熱で上言を言っています。神様、癒してください。神様、私を中国へ。ハドソンは苦しみましたが、だんだん回復してきました。そしてついにベッドから降りて歩けるようになりました。すごい。歩けるなんて奇跡だ。神様は私を中国へ行くように召されたのです。だから絶対に治ると信じていました。君の信じている神様は本当に力があるんだね。先生もイエス様を救い主と信じれば、罪の罰から救われて神様の奇跡を体験できますよ。そうだな。歩けるようになったハドソンは田舎の実家に戻り、体力をつけることにしました。数ヶ月後、とうとう大学に戻るほどに回復しました。君と同じように熱病にかかった二人の学生は死んだ。君が大学に戻れたのは奇跡だな。はい、神様の奇跡です。僕は中国へ行くことが決まっていたんだな。しっかり学びたまえ。はい。ハドソンが病院で担当した患者の中に、重い病気のわがままな患者がいました。ハドソンは優しく接しましたが、心を開きません。私はクリスチャンです。あなたのためにお祈りしていいですか。神なんていないんだ。ハドソンはそれから毎日この患者に声をかけ、心の中で彼のために祈りました。しかし彼の態度は変わりませんでした。うん、神はいない。ある日、ハドソンはその患者の部屋に入りましたが、彼に声をかけず、お祈りもしないで部屋を出て行こうとしました。そして彼を見ると、患者は驚いた顔をしました。今日は声をかけないのか。あなたがキリスト教を嫌っても、私はあなたを愛している神様と救いについて語りたいのです。そんなに話したいなら話せばいいじゃないか。いいんですか。その日からこの患者は心を開き、ハドソンが語る福音を真剣に聞くようになりました。そして数日後、ついにイエス様を信じることができました。神様、救いを感謝します。私は中国の人々へも早く伝道したいです。あなたの時はいつですか。ハドソンが祈っていると、中国から宣教師を送るのに良い時期だというニュースが来ました。いよいよ待ちに待った中国へ行く時が来たようです。ハドソンは早速中国福音宣教協会の友人を訪ねました。こんにちは、
僕は中国へ行く準備ができたんだけど。いやー、ハドソン君、びっくりだな。今君に出そうと手紙を書いたところだよ。僕も行く準備ができたよ。ハドソンのお母さんが見送りに来てくれ、船室で礼拝をしました。悲しみをこらえながら、ハドソンのベッドや机を撫でています。体の弱かったあなたを主は宣教師に選ばれた。神様の守りがあるように祈っています。たとえ地上でもう会えなくても、天国でまた会えるから。そうね。ハドソンは母の姿を見て、父なる神様がイエス様を捧げられた苦しみはどれほどだったかと思いました。ハドソンが乗ったダムフライズ号は1853年9月19日についにロンドンを出発し、中国への6ヶ月の旅が始まりました。神様は聖書の言葉を通して私たちに語りかけてくれます。聖書の御言葉は私たちの道しるべです。困難にあった時の解決です。ハドソンは船の中で乗組員のために礼拝をしました。宣教師はいつでもどこでもイエス様のことを教えます。ロンドンを出発して1週間目に激しい嵐に遭い、帆を支える柱が2本折れました。激しい風と波でどんどん岸に近づきます。あと2時間したら岩にぶつかり座礁するだろう。乗組員たちは自分が死んでも誰だか分かるように名前や住所を書いてポケットに入れました。方向転換をする。失敗したら船は沈む。神様、助けてください。神様、ほとんどの人はまだイエス様を知りません。この嵐を沈めてください。面かじいっぱい。船はギシギシ音を立てて回り始めました。その時急に風の向きが変わり、船は沖へ走り出しました。やった、神様の助けだ。ハドソン君、感謝します。わーい、わーい、助かったぞ。おかげです。本当に良かったですね。でも一番恐ろしい船旅の危険は嵐だけではないのです。この後ハドソンたちの旅にどんな危険が待ち受けているのでしょうか。船長、最近穏やかでいい天気ですね。穏やか、このままではナンパするんだ。どうしてですか、嵐が来るんですか。もう3日も風がない。船は波に流され岸に向かっている。当時の船は帆船で風を受けて走る船でした。風がないと岩だらけの岸に近づいて危険でも船は避けることができないのです。あそこにもそこにも岩が見える。岩を避けるために考えることは全てあった。しかしあの岩を避ける方法はない。いえ、まだしてないことがあります。この船には船長も含めて4人のクリスチャンがいます。一緒に祈りましょう。彼らはすぐに船室で祈りました。ハドソンは甲板に出て、風が来ますから帆を上げてください。風なんて吹いてないぞ。今神様が風を送ってくださいます。早く上げてください。帆を上げろ。イエスソOS。 船員たちが帆を上げ始めると少し風が出てきました。おお、風が。帆を上げろ。帆が上がった瞬間に強い風が吹き、帆がパーンと張りました。船員は突き飛ばされそうになりました。うわ、本当に風が来た。こりゃ神様だな。そうだよ、神様さ。ハドソン君、ありがとう。船長としてもっと神様に頼らんといかんな。この風も海も空も全てを支配されているのは神様ですから、神様に頼れば大丈夫です。君がこの船に乗り神様を体験させてくれた、ありがとう。1854年3月1日、ハドソン21歳、ついに中国の上海に着きました。
憧れの中国、感動で涙が出ました。すぐにロンドンミッションの礼拝堂に向かいました。こんばんは、ハドソン・テイラーです。おお、船旅はどうでしたか？今日は我が家に泊まってください。中国の今の状況はどうですか？実は今戦争中です。街が焼かれ、人々は逃げてきたのです。ハドソンが目にした中国の人々は家を追われ、行き場がなく、飢えと寒さで震えながら道に座り込み、絶望の中にいました。すぐにでもイエス様のことを伝えたかったのですが、言葉ができないと何もできません。ハドソンは中国語を習います。ラオシュラオシ、違う、舌を上顎あたりに、ラオス、違う違う、じゃあハオチュ、言ってみなさい。ハオチュ、違う、舌を上顎あたりに持ってくるんだ。力を入れて、ハオチュハオチュ、違う違う、微妙な音が難しい。神様、助けてください。ハドソンが最初にお世話になったロンドンミッション教会の宣教師たちは年配の人たちでした。教会伝道協会のバートン夫妻は若いご夫妻で、ハドソンにとても親切にしてくれました。上海へようこそ。これから一緒に主のために使いましょう。はい、よろしくお願いします。バートン夫妻は中国のいろいろなことを教えてくれました。全く文化も習慣も違う国で、ハドソンは気候にも馴染めず苦しみました。春には埃と日光で目が炎症を起こし、夏は蚊の大群と暑さ、そしてひどい汗もで苦しみました。痒くて眠れない。神様、助けてください。少し覚えた中国語で話そうとすると、ニーハオ、私は鬼が来た、逃げろ。イエス様のことを伝えに来たのに何も話せない。どうすればいいんだ。ああ、神様、もう半年も経ちます。助けてください。ちゃんと中国語を話せるようにしてください。ハドソンに中国福音伝道協会から手紙が来ました。そこにはパーカー博士一家が来ると書かれており、ハドソンはその準備をしないといけません。テイラー宣教師、君の宣教団の医師が来るそうだね。彼らの家は買ったのか、それとも家を建てるのか。いえ、今借りる家を探しています。君の宣教団はこんな若い坊やにそれを任せるのか、無責任だな。中国はまだ戦争中だぞ。確かにハドソンもその通りだと思っています。まだ言葉もろくに話せないし、ハドソンも下宿しているのです。そしてイギリスから来るはずのお金が届きません。家も見つからない。助けてくれる人もいない。お金もない。神様、誰を信頼したらいいのですか。神様。彼らは涙の谷を過ぎる時も、そこを泉の湧くところとします。詩編84編6節。神様はハドソンに約束を与えられました。果たして家は見つかるのでしょうか。2日後に上海の北門に近いところに一軒家があると聞きました。早速見に行くと、かなりボロボロでしたが、大きな家でした。1階に7部屋、2階に5部屋あるのか。大々的な修理は必要だが、なんとか住めるだろう。ハドソンは準備のためにこの家に移り住み、スーという教師をお願いして子どもの学校を始めました。まだハドソンは教えるだけの中国語ができませんでしたが、男子10名女子5名が聖書を学んでいるのを見るのは喜びでした。またトラクトを配ったり、
患者を見て薬を与えたりしました。ようやく伝道の働きができた。神様、感謝します。ところが戦争が激しくなり、ハドソンの借りた家にも爆弾が飛んできそうになりました。困った。こんな危険なところにパーカー先生をお迎えできない。ちょうどその時、若いバートン宣教師の奥さんが急に亡くなり、彼はイギリスに帰ることになりました。それでハドソンは家を借りてほしいと頼まれました。これも神様の導きか。ハドソンはまた引っ越すことになりました。引っ越しも終わらないうちにパーカー博士一家がやってきました。しかしハドソンが用意した家は狭く、家具も古ぼけたものしか用意できませんでした。パーカー博士、よく来てくださいました。よろしくお願いします。ハドソン君、よろしく頼みます。おい、ハドソン君、パーカー先生の家がこんなに狭いなんて。なんだこの家具は。カーペットもない。これから寒くなるのにどうするんだ。もっとちゃんと準備をしてくれたらいいのに。本当にすいません。いや、よくやってくれてるよ。彼もまだ来たばかりなんだから。ハドソン君、気にしないでくれ。大丈夫だよ。パーカー博士は本当に謙遜で優しく素晴らしい人でした。何一つ文句も言わずに早速医者としての仕事を始めました。パーカー博士、お金はいつ送ってくるのでしょう。もう届いているはずなんだが、おかしいな。そのうちに届くだろう。しかし1ヶ月、2ヶ月経ってもお金が届きません。中国福音宣教協会はどうなっているんだ。お金を一度も送ってこない。私のためにも、パーカー博士のためにも。ハドソンは中国福音宣教協会に手紙を書きました。お金がないことがどれほど大変なことなのかを説明し、パーカー博士は文句を言ってはいないけれど、これは無責任すぎると伝えました。神様、伝道の働きは進めます。すべての必要を与えてください。あなただけが頼りです。お金がなくても、ハドソンは上海語ができるエドキンス宣教師と一緒に屋形船を借り、伝道旅行に行きました。スーチャンフーという場所に着きました。お寺に通じる道に船を止めると、僧侶が出てきて生き神様に会うように招いたので、ついて行きました。大きな鳥かごのようなところに埃をかぶっている老人が座っていました。この僧侶はハドソンたちが近づくと、両目をまん丸に開いて睨みつけてきました。あなたはこの世界を作られた神様がいるのを知っていますか。人間は苦行や努力で清くなれないので、イエス様という救い主を神様は与えてくださいました。エドキンスは中国語でこの生き神と呼ばれている人に福音を語ることができました。二人は船に戻ろうとしましたが、外国人を見たことがない民衆が彼らを取り囲み、船のところへも行けなくなってしまいました。あなたとこの世界を作られた神様がおられるのです。神様は正しい方なので、罪を裁かれるのです。ハドソンは祈りました。神様が与えた伝道のチャンスでした。その後、混乱もなく船に戻ることができました。次の村、次の村とあちこち回り、福音伝道をし、病気を治療し、トラクトを配りました。第1回伝道旅行は大成功でした。ハドソンは屋形船がお口伝道にはなくてはならないものだと知り、伝道用に買うことにしました。中国に来てまだ1年も経たないハドソンですが、召使いを一人連れて第2回伝道旅行に出ることにしました。神様、私の中国語はまだまだですが、どうか彼らが理解できるように神様が助けてください。4回目までのハドソンの伝道旅行では、福音書などの聖書の一部をまとめたもの3000部とトラクトを7000部以上配ることができました。5回目の伝道旅行で
ハドソンはバートン宣教師と一緒にトン町という場所に行くことにしました。テイラー先生、トン町には行かない方がいいです。もしどうしても行かれるなら、私は船から降りません。このトン町には一体何があるのでしょうか。トン町は乱暴な人が多く、その付近でも恐れられていた村でした。仕方なく2人は手押し車に聖書や薬を乗せてトン町に向かいました。なんだ、向こうから来るやつは。赤い髪、大きな体、鬼に違いない。鬼だな。おい、集まれ。あいつらを入れるな。ハドソンたちがトン町の門に近づくと、武器を持った村人が急に出てきて、殴る蹴るなどされた上、引きずり回されました。うわ、僕たちは怪しいものじゃない。やめろ、何もしてないだろう。ハドソンたちはとうとう倒れて気を失ってしまいました。殺してしまえ。いや、役人のところへ連れて行った方がいい。これをなんだ。これは中国語の名刺を持っているぞ。やっぱり役人のところへ連れて行った方がいいな。村人たちはハドソンたちを引きずって役人の家まで運びました。ここが役人の家だ。はい。バートン、大丈夫か。痛い。なんとか立てる。ハドソンたちは役人の家に入り、聖書をプレゼントしました。私たちはイギリス人で、この聖書の神様について村の人々に伝えたいと願って上海から来ました。どのような話か話してみよう。2人は言葉を選びながら丁寧に話をしました。役人は熱心に聞いていました。なかなか良い話ではないか。兵隊を出して、この村のどこででも混乱なく話ができるようにしてやろう。ありがとうございます。神様は素晴らしい方ですね。トン町でも福音伝道がされ、イエス様を信じる人が与えられました。バートン、神様は私たちを守り助けてくださったな。そうだな、イエス様に不可能はない。ハドソンの伝道はどんどん奥地に広がっていきました。ある日、召使いがハドソンに聞きました。テイラー先生、あなたは中国語を話し、中国の箸を使って中国料理を食べるのに、どうして中国の服を着て中国人の髪型にしないのですか。そうだな、どうして今まで誰もしなかったんだろう。ハドソンはそれがとても良い考えに思いました。よし、やってみよう。ハドソンは髪の毛を中国人のように剃り、真ん中の髪の毛を黒く染め、三つ編みの付け毛をつけて帽子をかぶってみました。このズボンはブカブカで風がスースー通るな。この上着も生地がサラサラして夏の暑さにはいいかもしれない。テイラー先生、靴はどうですか。柔らかくて歩きやすいな。中国服を着たハドソンはイギリス人には見えません。すると人々はハドソンの話にも集中して聞くようになりました。テイラー先生、晩ご飯を食べに家に来てください。近所の人も呼びますから。ありがとう。同じ中国で働くパーカー博士は寧波という場所に行き、病院を始めることになりました。パーカー博士のためにお祈りしています。私は上海に残り、伝道旅行に出ることにします。ハドソン君、君も中国に来てまだ1年半だが、本当に主に仕えよく伝道している。神様の祝福があるように。ハドソンは中国服を着ることで、物を買うのも生活するのも安く済むようになりました。中国人は快く受け入れてくれるので、これは本当に神様の導きだと感謝しました。しかし、あのテイラー宣教師はイギリス人の誇りを失っている。ほら、あっちから来たぞ。こんにちは。イギリス人の恥なんだよ、やめてもらえないか。私はイエス様を伝えるためなら恥ずかしいと思いません。
ハドソンにとって他の宣教師に理解されないことはとても悲しいことでした。ハドソンは上海での伝道を他の宣教師に任せて、村民島で家を借りて伝道することにしました。朝と昼は患者を見て、夜は聖書を教え、イエス様を信じる人も与えられ、ハドソンは毎日喜びでいっぱいでした。神様、ここは神様の場所だったのですね。感謝します。ところが村民の医者たちがハドソンを役人に訴えました。あの宣教師のせいで患者がいなくなった、追い出してくれ。本当だよ、患者どこもあるんだよな。神様、どうしてですか。伝道の働きが進みかけたのに。残念なことにハドソンは村民から追い出されることになってしまいました。私はここに留まれないけれど、イエス様はあなた方といつも一緒におられるので、信仰を持ち続けてください。ハドソンは薬をもらうためにパーカー博士の病院のある忍法に行きました。そこにはジョーンズ宣教師もいました。ハドソン君、ここに住まないか。忍法なら住む家もあるし、ここから奥地に出かけていけるよ。そうですね、これも神様の導きかな。ハドソンは借りた家を少年たちの教室、病人の治療室、お腹を空かせた人が50人以上入る食堂などに使い、自分はその屋根裏に住みました。またそこは夜になるとイエス様を伝える礼拝堂になりました。神様、本当に感謝します。中国で伝道できるなんて。そんな時、神様はハドソンに特別なプレゼントを用意してくださいました。何だと思いますか？忍法に中国人のための女学校があり、そこにマリアさんという先生がいました。テイラー宣教師は本当に中国人を愛しているんですね。どうしてそう思うのですか？中国人の格好で生きることは素晴らしいと思います。ハドソンはマリアさんのことをだんだん好きになり、彼女と結婚したい、一緒に伝道したいと思いました。それで、私はあなたと結婚することが神様の御心ではないかと思い祈っています、あなたはどう思いますか、という手紙を出しました。あら、テイラー先生からお手紙だわ。あの中国人の格好をしているテイラー先生からの手紙ですって？おばさん、それは私宛ての手紙です。まあ、マリアと結婚したいですって。マリア、絶対にダメよ。私は許しません。今ここで断りの手紙を書きなさい。でも私はあなたの親代わりなのよ。私はあなたと結婚しません。もうこのような手紙を出さないでください、マリア、という手紙をハドソンは受け取りました。そんな、これはマリアさんの本心とは思えない。ハドソンとマリアさん、二人はこれからどうなるのでしょうか。これからはテイラーと絶対に会わないように、集会で使うジョーンズさんの家を夕方6時前には出なさい。マリア、わかったわね。はい、おばさま。ハドソンとマリアはもう会えなくなりました。でもハドソンはマリアが親代わりのおばさんに従わないといけないことを知っていたので、祈って待つことにしました。マリアとハドソンは何ヶ月も会うことができませんでした。ある日、マリアは祈祷会を終えてジョーンズさんの家から帰る予定でしたが、洪水と竜巻と雨で帰れなくなりました。どうしましょう。雨がすごくて家に帰れないわ。6時を過ぎるとハドソンたちが電動から帰ってきました。ただいま。嵐でずぶ濡れだ。テイラー先生、静かに2階の部屋へ行ってください。何ですか？しマリアさんとおばの校長はまだここにいます。後でマリアさんをそっと連れて行きます。ハドソンが待っているとマリアさんがやってきました。この前の手紙は
あなたの気持ちですか？いいえ、あれはおばに書かされたのです。私はあなたとの結婚は神様の御心だと信じています。どうすればおばさんを説得できますか？イギリスのおじから許可をもらえるかもしれません。お互いの気持ちを確認した二人は、結婚を神様の御心に委ねて、ハドソンはマリアの叔父に手紙を出しました。マリアの叔母はハドソンのことを嫌い、あちこちでハドソンの悪口を言いふらし、イギリスの叔父にもハドソンの悪口を書いた手紙を出しました。あのテイラーはイギリス人なのに中国服を着てる。最低だ。そんな時に友人のクォーターマンさんが天然痘にかかり、予防接種をしていたハドソンが看病することにしました。しかし彼は死に、ハドソンも天然痘にかかり倒れました。神様、私は中国での働きがあります。癒してください。マリアはハドソンの病気を知りますが、叔母の命令で会うこともお見舞いも行けません。ああ、天のお父様、ハドソンさんを癒してください。マリアの心は心配と会いたい気持ちでいっぱいになり、ついにこっそり彼の家に行きます。ハドソンは一人ベッドの上で熱にうなされています。ハドソンは目をつぶっていましたが、そこにマリアがいるのに気がつきました。そして手を伸ばすと、マリアは手を握り、ハドソンの頬に手を当て言いました。あなたは私のもの、私はあなたのもの。ゆっくり休んでください。ハドソンはそれが夢か現実かわからなかったのですが、安心してゆっくり休みました。すると数時間後には熱が下がり、ハドソンは回復していきました。それから数ヶ月が経ち、ついにマリアの叔父から手紙が来ました。私が調べてみると、テイラー先生はとても熱心に中国奥地の伝道をしている青年だと聞きました。マリアとの結婚は素晴らしい神様のプレゼントだと思います。二人の結婚を許します。天のお父様、感謝します。いくらおばが反対しても、二人の結婚は認められました。ついに結婚できることになったハドソンでしたが、心配が一つありました。マリアさん、私はいつもお金がありません。今日もこの菓子を買うお金もなかったのですが、郵便でお金が届きました。ハドソンさん、あなたは忘れたのですか？私は両親が急に死に、それからは孤児院で生活しました。貧しい生活でしたが、いつも必要なものは天のお父様が与えてくださいました。神様は私のお父様ですから大丈夫です。私は天のお父様に信頼しています。マリアさん、ありがとう。私も全く同じ考えです。よかった。二人が同じ信仰で神様に仕えることは一番の祝福です。結婚式ではハドソンはいつもの中国服で、マリアはグレーのシルクの中国服を着てベールをかぶりました。二人は神様に祝福されて結婚しました。新婚旅行が終わると、二人はトンチェン風のほとりに住み、漁師に伝道することにしましたが、衛生的ではなかったので二人は腸チフスにかかってしまいました。ここでは治らない、忍法に戻らないと。忍法へ戻り、ようやく病気が治ると、二人はそこで働きました。ハドソンは毎日福音伝道をし、患者を見て薬の調剤をしました。そのすべてをたった一人で行いました。マリアは小学校を開いて、一日7時間を教え、子供たちに聖書と勉強を教えました。近所の女性を訪問したり、助けたりして、イエス様のことを伝えました。昨日マリア先生が来てくれてお祈りしてくれたんだ。マリア先生大好き。厳しいけど優しいんだよ。二人は
主のために働きました。ハドソンが教会でメッセージをしていると、ニーという人が話を聞きに来ました。あなたの犯した罪には罰があります。罪の許しはイエス様を信じることだけです。今日イエス様を信じる決心をしませんか？はい、私はずっと本当の神様を探していたんです。今日見つけました。イエス様を信じます。では一緒にお祈りしましょう。彼はイエス様を信じて救われたことが嬉しくて、毎日のようにハドソンのところに来て学びました。ある時ニーがハドソンに聞きました。テイラー先生、あなたの国イギリスではこの素晴らしい教えはいつ頃知らされたのですか？そうだな、数百年前かな。え、数百年前、なんてことだ、ひどい。そんな前なのにどうしてもっと早く中国に来なかったのですか？え、そうですね、私の父はずっと神様を探していたのに見つけられずに死んだのです。もっと早く来てくれたら。ハドソンは本当にそうだなと思いました。それからもっとお口に入ってイエス様のことを伝えようと決心しました。教会に来るのは貧しい人々がほとんどで、彼らは字を読めませんでした。そこでハドソンは絵を描いて教えましたが、聖書を直接は読めません。そこでローマ字を使うことを思いつきました。皆さんにローマ字を教えます。あなたの言葉をローマ字で書くとこうなります。そしてハドソンは中国語の方言でローマ字の新約聖書を訳しました。するとその地の人々は1ヶ月ぐらいで聖書が読めるようになりました。テイラー先生、このわしが神様の言葉を読めるとは夢のようじゃ。神様は素晴らしいの。神様は伝道の道を開いてくださり、1858年に外国人が中国の奥地へ旅行できる天津条約が結ばれました。ついに奥地に入れる。すぐにでも行きたいが、ここを離れるわけにはいかない。どうしよう。神様はハドソンとマリアに知恵を与えられました。二人は中国人クリスチャンを訓練して、彼らに奥地伝道を任せることにしました。ここにローマ字で書かれた本があります。聖書の神様について教えることができるように書いてありますので、これを学んでいきましょう。へえ、これを勉強するとどうなるのか。あなたがこれを家族と友人に、そして奥地に教えるのです。俺なんかね、できるかな。大丈夫ですよ。神様が力を与えてくださるのでできます。私もできますか？できますよ。女性に教えるのは女性じゃないと。ローマ字も読めるじゃないですか。男性も女性も多くのクリスチャンが訓練を受けました。訓練を受けた中国人は家族や近所の人々に語り、商売をする人は店で客に語り、イエス様を信じる人々が増えていきました。そこに座っているおばあさんは目が見えず、耳もほとんど聞こえないし、話すこともできません。でも彼女たちが伝道して救われました。希望がなくて苦しんでいたおばあさんが、今は毎週喜んで教会に来てくれます。この笑顔が神様の愛の素晴らしさを教えてくれますね。そして訓練されたクリスチャンの中の数名がローマ字の聖書と伝道の本を持って奥地に入っていき、伝道しました。大切な神様について話しに来たぞ。おい、集まってこいや。なんか大事な話なんだと。彼らの伝道のおかげで中国奥地伝道も広がっていきました。結婚して1年、伝道の働きも順調です。ところがマリアが重い病気になりました。ハドソンはずっと看病して、他の医者たちもいろいろな方法を試みましたが、効果が出ません。どうすればいいんだ。マリア、マリア、
死んではいけない。テイラー先生、少し休まないと君まで倒れるよ。あ、そうだ、新しい治療方法を思いついたぞ。しかしパーカー医師に確認しないといけない。しかしここを離れた時にマリアが死んだら。悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私を崇めるであろう。詩編50編15節。ハドソンは神様に信頼し、パーカー医師のところへ行きました。この治療法ならどうでしょうか。マリアは治りますか。うん、それはいいかもしれない。ぜひやってみたまえ。天のお父様、どうかこの治療法を試すまでマリアを生かしてください。ハドソンが戻ってみるとマリアの顔が変わっていました。苦しい顔から穏やかな顔になっていました。マリア、マリア、もしかして死んだんじゃ。大丈夫だ、呼吸も安定している。神様の奇跡だ。ハドソンが出かけてからだんだん苦しまなくなったんだ。マリア先生は助かるぞ。ハドソンたちの宣教の働きはどんどん広がっていきました。しかし悪魔も働いたのか、外国人が中国人を捕まえて奴隷として売り飛ばしました。それを知った中国人は怒り、外国人を捕まえて殺すようになりました。多くの外国人は船で避難していきましたが、ハドソンはというと、マリア、私たちは中国人クリスチャンと一緒にいましょう。神様が必ず守ってくれます。はい、私も信じています。そんな危険な中でマリアは長女グレイスを無事に出産しました。二人は守りの主である神様に感謝し喜びました。その夏に突然パーカー医師の妻が重病にかかり、4人の子供を残して亡くなりました。パーカー医師は中国での働きをやめて子供と一緒にイギリスに帰ることにしました。ハドソン君、私は入院患者のいる病棟を閉めて君に診療所を任せたいと考えているんだ。祈ってくれないか。マリア、私にたくさんの人が来る診療所ができるだろうか。そもそも入院患者がいるのに病棟を閉めてもいいのか。そうね、とても大きな責任で、病院で働く多くの人々の生活も守らないといけないわね。でも大事なことは一つ、神様の御心かどうかだね。二人は祈りました。そして神様が入院患者を受け入れる病棟と診療所両方をすることを願っていると確信しました。ハドソンは病院の経営を調べると、お金は病院で働く人々の1ヶ月分の給料しかありませんでした。ハドソンは病院の働き人を全員集めました。私が今からこの病院を管理するハドソン・テイラーです。引き継いだお金は皆さんに払う1ヶ月分の給料だけです。これからは神様に信頼して病院経営をしていきます。もしそれが不安だと思うなら、1ヶ月分の給料を受け取り辞めても構いません。あなた方が選んでください。神様に信頼しろだって無理だ。私は辞めます。私も辞めます。やめてやれよ。どうしようかな。やめよう。口々に文句を言い始め、3分の2の人々は辞めていきました。こんなに少なくては入院患者の世話や食事もできません。神様、病院を助けてください。あなたに信頼します。すると病院の問題を知ったクリスチャンたちが、テイラー先生、私が入院患者の世話をします。私は食事を作ります。ありがとう。神様は全ての必要を満たしてくださるぞ。それからもクリスチャンたちが病院を助けるために集まりました。辞めた人々の働きをボランティアで支えてくれることになりました。今日は食欲ありますか。はい、少し食べられるようになってきました。よかったわ、ワンさん。この患者さんの足をさすってあげて。はい、マリア先生。マリア先生は患者さんだけじゃなくって、一緒に働くワンさんにも優しいんだね。病院の雰囲気はガラッと変わって、
いつも笑顔と笑い声であふれるようになりました。すると患者たちもハドソンやマリアの信じている神様に興味を持つようになりました。テイラー先生、大変です。もうお米がありません。患者たちへの明日の食事はどうしましょう。そろそろ神様が私たちを助けてくださる時が来ましたね。ハドソンはにっこり笑って病院のスタッフと患者たちに必要なお金が与えられるように祈ることをお願いしました。これを聞いて患者はびっくりしました。クリスチャンのスタッフも心はドキドキして、本当にお金が与えられるか心配していました。神の山に備えありです。信じて祈りましょう。先生は自信ありそうだけど大丈夫かな。次の日、パーカー医師から手紙が届きました。ハドソンが開いてみると、そこに50ポンド入っていました。すごい。皆さん見てください、イギリスから50ポンド与えられました。手紙には必要だったらもっと送りますと書いています。あいやー、ハドソンの神様本物だ。50ポンドってさ、すごいすごい、本物だ。祈りって聞かれるんだね。すごい。こんなことは本当の神様でないとできない。私はイエス様を救い主として信じます。診療所では600人以上の患者が治療を受け、60名の入院患者すべてが福音を聞きました。わずか9ヶ月の間に16人の患者はバプテスマを受け、30人がイエス様を信じました。神様はハドソンの病院を本当に祝福されました。ところが中国に来て6年目から体がだんだん悪くなってきて、それでも朝昼晩と働いたので命まで危うくなってきました。病院を閉めてイギリスに戻ることにした。もう限界だ。ワン兄弟も私を助けるためにイギリスに連れて行く。ワン兄弟が一緒なら安心ですね。ハドソンは体を回復させるためにイギリスに帰ります。船ではハドソンは寝たきりのようになりました。天のお父様、中国にはまだまだ福音を知らない人が大勢います。また中国へ使わせてください。神様はハドソンにとても大きな計画を持っておられました。あなたはずっと休みなく働いてきました。神様はゆっくり休みなさいと言っています。そうすればまた何か新しいものが見えてくると思いますよ。そうだな、今私にできることは何かな。そうだ、本を作ろう。ハドソンは中国伝道についての本を作りました。宣教師、祈る人、そして捧げる人が必要だと書き、その本をいろんな教会に送りました。だいぶ元気になってきた。散歩も行けるようになった。ワン兄弟、一緒に行ってほしいところがあるんだ。はい、テイラー先生、どこへ行きますか。聖書教会と宗教書教会で、これから忍法語の新約聖書を作りたいんだ。福音が書いてあるトラクトも。忍法語の聖書、嬉しいです。ハドソンの一つの祈りが聞かれ、ミドーズ一家が宣教師として中国へ行くことが決まりました。早速ワン兄弟が中国語のレッスンをしてあげました。中国ではジョーンズ夫妻の手助けをしてください。ミドーズ一家は1862年1月に中国へ出発していきました。ハドソンは途中で辞めた医学大学に行き、医師の資格を取りました。これでハドソンは手術もできるようになりました。病気の人には治療をしてあげながら、忍法語の新約聖書の手直し、忍法語の賛美歌とトラクトの出版の準備などをし、さまざまな手紙や書類を書いて訪問者に会い集会をしました。さらに宣教師になる人には中国語も教えました。そんな中で神様の奇跡で体もどんどん元気になりました。忍法語の聖書はハドソンとマリアとワン兄弟が一番力を入れて準備していました。しかし聖書を印刷するのにお金が足りない。天のお父様は必ず道を開いてくださるわ。テイラー先生、神様が働く時が来たですね。いろいろありましたが、ついに忍法語の聖書は完成しました。その忍法から悲しい知らせが来ました。
中国で宣教の働きをしていたジョーンズ宣教師と、そちらへ行ったばかりのミドーズ夫人と彼女の幼い娘が亡くなったのです。どうしてこんなことに。神様、あなたのために中国に行ったのです。どうして守ってくださらなかったのですか。もちろん宣教師は天国に行くでしょう。しかし残された家族や子供のことを考えると、ハドソンは宣教師を送ることを恐れました。中国の宣教師の数は115人から91人に減ってきている。そしてほとんどが5つの港町に住んでいる。だからこの広い奥地に住んでいる何千万人に福音は届いていない。この頃ハドソンは悪魔からの攻撃を受けていました。この宣教師が中国で死んだらどう責任を取るつもりだ。テイラー先生に従ったのにこんなことになるなんてと、彼らはお前を責めるだろう。彼らの人生を狂わせたんだ。いや、中国人に福音を伝えることは神様の御心だ。彼らを守れないくせに宣教師が死ぬことが神の御心か。神様は守ってくださる。じゃあジョーンズ宣教師とミドーズ夫人、そして幼い娘はなぜ死んだんだ。ハドソンはマリアにも言わず一人で悪魔と戦っていましたが、ついに病気になり海辺の町で療養していました。ハドソンは日曜に平和で楽しそうに教会に集う親子を見ていました。中国ではイエス様のことを知らないで永遠の滅びに向かってしまう人々がたくさんいるんだ。ハドソンは心が苦しくて教会から砂浜に行き祈りました。神様、宣教師が中国に必要なのです。毎日何十万もの人が死んでいます。私はどうすればいいのですか。その時神様がハドソンの心に語りかけてくれました。あなたは私に従い、宣教師が与えられるように祈りなさい。彼らを訓練し送り出しなさい。私が彼らを守り、彼らを養う。彼らは私の子供だから、私が彼らの心配をします。そうか、そうなんだ。私はただ神様の命令に従えばいいんだ。神様がその責任を取ってくださるのだ。神様、わかりました。福音が開かれていない地域が11カ所あるので、2人ずつ宣教師を送ると22人で、モンゴルとチベットも入れると24人が必要です。与えてください。1865年6月25日次の日、朝から銀行へ行き宣教団体の口座を作りました。新しい宣教団体の始まりです。中国奥地伝道団、チャイナインランドミッションだ。天のお父様、伝道団を作りました。責任はすべて神様、あなたが取ってくださいますから、ありがとうございます。ハドソンはルイス牧師から頼まれていた中国奥地伝道の論文を書くことにしました。これはとても重要な論文で、一節を書くにも深い祈りが必要でした。ハドソンは部屋を行ったり来たりしながら考えをまとめて書きました。中国とモンゴルのために24人の宣教師と、彼らを助ける24人の誠実な中国人クリスチャンを与えてくださいと祈ることは私の仕事、そして彼らの必要を祈ることは彼らの仕事、そのすべての必要を満たし応えるのは神様の責任です。詩篇84編11節正しく歩む者たちに良いものを拒まれません。ハドソンは神様が与えてくださることを信じて祈りました。宣教が必要な地域に24人を送るためには
約2000ポンド必要でした。毎日正午にハドソンたちは集まり、献金のために祈りました。しかしハドソンたちは人々に対していくら必要だから献金をお願いしますとは言いません。ある集会に招かれ、ハドソンが中国の状況を話すと多くの人々が感動しました。司会者のバジェット大佐が言いました。テイラー先生、献金の時間を持ちましょう。いえ、少し話をさせてください。私は皆さんが主の仕事に責任を持つ決心をしてほしいのです。献金したいという気持ちは嬉しいのですが、神様があなたに何を願っておられるのか聞いてほしいのです。今中国の事実を知って、神様はあなたにもっと高価なものを求めておられるのかもしれません。あなたが、いや、あなたの子供や孫が中国でこの働きをすることかもしれません。また祈りのグループを作って中国のために祈ることかもしれません。まず神様があなたに何を願っているかを聞いてください。ハドソンの説明を聞いてもバジェット大佐は納得できませんでした。ところがその夜に、彼が中国について考えていると、神様はテイラー先生に500ポンド捧げなさいと言われました。次の日の朝食の時、バジェット大佐は言いました。テイラー先生の言われた意味がよくわかりました。昨日神様は私に中国伝道に500ポンドを捧げなさいと命じました。もしあの場での献金なら、私は5ポンドしか出さなかった。バジェット大佐、神様に感謝します。この500ポンドは宣教師24名分の船賃になります。1866年、宣教師たちとハドソンの家族はラムマーミア号に乗って中国へ向けて出発しました。船長と乗客は全員クリスチャンという変わった船旅で、荒くれ者の船員たちは戸惑っていましたが、だんだん気持ちもほぐれてきて、25日目には船員が救われ、数日後に見習いの船員たちが2人救われ、その後一番荒くれ者だった船長代理が救われました。マリア、今晩あの船長代理がイエス様を受け入れたんだよ。まあ、なんという神様の恵みでしょう。船旅を続けていると大きな嵐に遭いました。船の帆柱は折れ、帆は破けてもう沈没するかというところまで来ましたが、神様に守られてとうとう上海の港に着きました。無事に上海に着けたことを神様に感謝する集会をしましょう。テイラー先生、また嵐が来た。もし港に入るのが遅くなっていたら、沈没していたことだろう。他の船は多数の死者や怪我人を出している。本当に神様の守りだ。上海には12人の宣教師しかいないので、到着した人々を受け入れる余裕はありません。しかし神の山に備えありと言われるように、神様は準備しておられました。テイラー先生、皆さんどうぞ私の家に来てください。忍法でテイラー先生にお世話になったガルブルです。ガルブルさん、ありがとうございます。ハドソンたちはガルブルの家に数日泊まり、そこからまた半島という場所に行きました。そこで彼らの家を見つけ、ようやく宣教師訓練が始まりました。最初に送った人たちを入れると、ハドソンが中国へ送った宣教師は29人です。ハドソンは奥地に出発する宣教師にこう言います。私はあなた方を神様の命令によって使わします。あなた方の必要は神様に直接祈ってください。あなたの状況を一番よく知っておられ、何でもできる方はあなたを助け守り、その必要を満たします。なぜか、それが神様の仕事だからです。ハドソンは一人一人を神様に委ねながら送り出しました。彼らが行く奥地では強盗、暴動、病気、暑さ、寒さ、多くの苦しみが待っていました。しかしどの場所でも神様の素晴らしい働きを見ることができました。再び中国に来たハドソンに息子ノエルが生まれました。しかしマリアはコレラにかかって赤ちゃんに母乳を飲ませることができませんでした。十分な栄養が取れなかったノエルは生まれて1週間で天国に帰りました。病に倒れ、
生まれたばかりの子を失ったマリアはどんどん弱っていきます。マリア、もうすぐ天のお父様に会えるんだね。天のお父様は私といつも一緒です。私は今あなたを置いて一人で天国に行くのが申し訳ないです。でも主はあなたと共におられ、すべての必要を与えてくださいます。ハドソン、私が天国に行ったら、あなたのためにも子供たちのためにも再婚してください。マリア、本当にあなたが私の妻でよかった。ありがとう。それからマリアは天国に帰っていきました。天のお父様、尊いマリアを12年半私の妻として一緒に主に仕えるために与えてくださったことを感謝します。普通ならどうしてと文句を言いたくなるようなこの状況を、なんとハドソンはただただマリアのことを神様に感謝しました。ハドソンは子供たちをイギリスに帰し、一人で生活することになりました。しかし体調を壊し、病気を治すために自分もイギリスに帰ることにしました。その船でジェニー・フォールディングという女性の宣教師と一緒になりました。船の中で中国の伝道について話し合う中で、二人は神様の導きを確信し、ハドソンは40歳で再婚することにしました。ジェニーさん、信じられない導きです。私に助け手がいるというマリアの祈りが聞かれました。ハドソンはイギリスで中国奥地伝道団の代表をすることになり、中国伝道のための祈りの冊子を作り、あちこちの教会で講演をして配りました。中国には一度も福音を聞いたことのない人々がまだ何千万人もいるのです。彼らのために誰が福音を語るのですか。あなたが中国へ行きませんか。ハドソンが語る神様の声を聞き、宣教師になる人々が起こされました。1875年には18人を中国へ送り、その時に次の3年間で30人の宣教師を送れるようにと神様にお願いしました。神様、感謝します。この3年間で28人を送ることができました。ハドソンは中国で伝道し、またヨーロッパの国々にも行き、中国奥地伝道について語りました。ハドソンは1881年にこれから3年間で70人の宣教師を与えてくださいと祈りました。するとその祈りが聞かれました。天のお父様、78人を送ってくださり感謝します。たくさんの宣教師が送られましたが、まだ奥地で宣教師のいない地域があります。ハドソンは今度は1年で100人の宣教師を与えてくださいとお祈りしました。あなたに信頼します。すべての必要を与えてください。宣教師を送り出すということはお金もたくさん必要ということです。果たしてたった1年で100人の宣教師が集まるのでしょうか。そして送り出すことができるのでしょうか。天のお父様、あなたは誠実な方で102人の宣教師を与えてくださいました。感謝します。1888年でした。中国奥地伝道団の働きはますます世界中に知られるようになり、世界中の宣教師に呼びかけるようになりました。ハドソンはアメリカ、オーストラリア、北欧にも行きました。1890年に1000人の宣教師を募集することにしました。なんと1000人です。どれだけのお金、準備が必要なのでしょうか。大変です、テイラー先生。戦争が起きました。日本と中国が戦争になったのですか。天のお父様、早く終わるようにしてください。その日本と中国の戦争、日清戦争は9ヶ月で終わりました。そしてなんと1000人の宣教師募集は5年で終わりました。何人集まったと思いますか。1153人です。中国奥地伝道はますます広がりました。しかし日清戦争後に各地で暴動がたくさん起こり、思
戦勝の宣教師はほとんど殺されてしまいました。天皇お父様、あなたの愛と恵みを感謝します。しかしどうして暴動や外国人を憎む中国人から宣教師を守ってくださらないのですか。でもあなたの恵みは十分だと信じます。ハドソンはそれからも中国へ行き伝道し、世界中に中国の働きを伝え、祈りとサポートをお願いして回りました。ハドソンは中国を口伝道団として上海に着いてから39周年の記念式に参加しました。息子夫婦と宣教地を見て回り、メッセージを語りました。サンサーでの集会後、疲れて横になっていましたが、静かに天へ帰りました。1905年6月3日、73歳でした。その時、ハドソンに会いたいと牧師が訪ねてきました。愛するテイラー先生、私はあなたの子供です。あなたが中国を愛してくださり、私が救われたのです。私たちのために長い間祈りと命を捧げてくださったことを感謝します。また天国でお会いするのを楽しみにしています。中国奥地伝道団の働きはハドソンが亡くなっても広がり、1905年からの10年で教会は418から754に増え、1910年には4つだった聖書学校が1949年には18になりました。また1936年にはなんと8841人がイエス様を信じ洗礼を受けました。次の年の1937年には日本軍が攻めてきて日中戦争が起こりました。その戦争で日本軍が勝ち占領した地域はキリスト教が禁止され、宣教師は収容所に入れられたり国外追放されました。またクリスチャンに対する迫害が起こり、殺された人々もいました。1945年、戦争に負けた日本は中国から出ていきました。中国ではその後もずっと権力争いの内乱が続きました。しかし800人の宣教師は続けて伝道しました。1949年、中国は中華人民共和国という国家になりましたが、1966年に毛沢東による文化大革命が起こり、共産主義国家になりました。この共産主義は金持ちや知識人は悪と見られ、暴力を受け殺害され、毛沢東が死ぬまでの10年間で約2000万人以上が殺されたと言われています。宗教は禁止され、宣教師は国外に追放され、教会は壊され、聖書や信仰書は焼かれ、クリスチャンは殺されました。それがとても激しかったので、中国にはもうクリスチャンは残っていないと言われました。しかし中国にクリスチャンは残っていました。ある宣教師がこっそり中国に入り、イエス様のことを伝えました。すると彼らは、私らはあんたの話したイエス様を知ってる。俺も会ったぞ。え？いえ、イエス様は今から2000年前の人で、いや、優しい方で聖書の神様について話してくれた。そうそう、俺たちがまだ5歳ぐらいだ、抱っこしてもらった。ということは何年前かな。あ、ハドソン・テイラー先生だ。テイラー先生はイエス様のようだったんですね。中国を愛したテイラー先生に私も会ってみたかったです。体の弱かったハドソンを神様は大きく用いられました。ハドソンは中国の働きを教会で紹介するときにいつも話すことがありました。1865年9月のメッセージの一部です。私がジャンクという船に乗り、上海から林浦へ行くとき、ピーターという中国人に会い、神様について話をしていました。ジャンクがスンキャンに近づいたので、私は降りる準備をしに船室に降りました。突然、バシャンという音と悲鳴が聞こえました。甲板に出ると、ピーターの姿がありませんでした。私はすぐに船を止めてもらい、川に飛び込みました。しかし、ピーターは見つかりません。
近くで漁をしている船があったので大声で言いました。人が溺れているんだ、すぐにここに網を下ろしてくれないか。魚を取ってるので忙しいんだ、お金を払うから来てくれ。いくらくれるんだ。5元だ、早く来てくれ。安すぎる、30元以下じゃいけない。持っている金はみんなあげるから早く。いくらだ。多分14元だ。ようやく漁師は来て網を下ろしてくれました。すぐにピーターは引き上げられ人工呼吸をしましたが死んでしまいました。漁師がすぐに来て網を下ろしていたらピーターは助かったでしょう。彼を殺したのはあの漁師たちではありませんか。どう思いますか。あなたもひどい漁師だ、命よりも金が大事なのかと怒りを持つかもしれません。しかしこの漁師はここにいるあなたかもしれません。中国に福音を一度も聞いたことがない人々が何千万人もいるのです。彼らはそのままでは永遠の滅びに行くのです。でもクリスチャンの多くがどうして私がするのか、今仕事で忙しいんだ、金はいくらくれるのかと言って滅びに向かっている人々のために何もしようとしない。中国人伝道はあなたへの神様からの飯ではないですか。自分の心地よい生活のためにお金や楽しみのために彼らを無視していませんか。それではあの漁師と同じです。あなたがもうイエス様を信じているならあなたはイエス様のことを誰かに話をしていますか。私はまだ子供だからできない、恥ずかしいと思ったり、あの漁師たちのように忙しい、お金が儲かるのかと考えますか。イエス様の救いを伝えるためにたとえ大変なことが起こっても神様にあなたを用いていただきませんか。神様はあなたに愛も力も勇気も知恵もチャンスも与えてくださいます。だからあなたもハドソンのように自分を神様にプレゼントしませんか。神様はあなたを豊かに導いてくれます。あなたがまだ自分自身を神様にプレゼントしたことがなくて今日あなたのすべてを神様に捧げたいと願うなら私の後に続いて祈ってください。天のお父様、私はイエス様を信じているので天国に行けることを感謝します。私は今日私のすべてを神様にプレゼントします。これからは神様が私を使ってください。私の手足も目も口も耳も私の体も時間も未来も才能も特技もすべて神様にお捧げします。神様のために私を用いてください。一人でも多くの人がイエス様を信じて天国へ行けるようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。